サートム・ストッパードは、チェコ出身のイギリスの劇作家、映画脚本家。代表作は、戯曲、リアル・シング、ローゼン・クランツとギルデン・スターンは死んだ、映画、恋に落ちたシェイクスピア。1937年、チェコスロバキアのズリーンで、ユダヤ系の家系に生まれ、トマーシュ・ストラウスレルと名付けられる。医者だった父親は、ナチスによる、 ユダヤ人迫害の懸念が強まりつつあるチェコを離れ、1939年下のユダヤ系医師らと共に家族を連れてシンガポールへ転居した。1942年、一家はシンガポールの戦いによって日本軍占領される直前にインドに転居した。この脱出業の中で父は死去した。トマーシュはインドのダージリンでイギリス式の教育を受け、母はインドで、 英国陸軍少尉、ケネス・ストッパードと再婚し、トマーシュも岐阜の姓を名乗ることになり、トム・ストッパードと名乗るようになった。一家は1946年、イギリスに転居した。トム・ストッパードは、ヨークシャーのグラマースクールを卒業後、17歳で学業を終え、ブリストルの新聞社で、ジャーナリストとして働き始めた。 1960年最初の2曲、水上の歩行を完成した。1962年9月から1963年4月にかけて、ストッパードはロンドンで演劇批評家として働き、本名とウィリアム・ブーツというペンネームの両方で劇表やインタビューを表した。このペンネームは、イーブリン・ウォーの作品から取ったものであった。1977年、ストッパードは、 東欧とソビエト連邦での政治的少数派の置かれた状況を中心とする人権問題に関わり始める。1977年2月、インターナショナルアムネスティの一員として初めてロシアを訪れた。6月にストッパードはロンドンでウラジミール・ブコースキーに会い、共にチェコスロバキアに旅行し、そして当時地下活動をしていた劇作家。 バーツラフ・ハベルと知り合った。ストッパードはアムネスティをはじめとする各種人権団体に深く関わり、人権問題に関して新聞に様々な寄稿をしたり、書簡を書くようになった。または、ハベルの作品の英訳に従事するようになった。1978年、ストッパードは CBE 勲章を受賞1997年にはナイト尺を受けた。 19世紀ロシアの革命家たちを主人公に舞台上演が約9時間の大作コースト・オブ・ユートピアにより2007年に第61回トニー賞最優秀作品賞ほか8部門を受賞2008年団デイビット賞2009年高松の宮殿下記念世界文化賞を受賞ストッパードはまたウトラポーのメンバーである 結婚は2回で、最初の結婚相手とは1972年、2度目の結婚相手とは1992年に離婚した。双方の結婚相手との間に息子がおり、二児の父である。ストッパードの儀曲は哲学的主題を扱う関連的なものであるが、言葉遊びと明瞭なユーモアと哲学的関連が結合するところに特徴がある。ダジャレ、ジョーク、 その他様々な言葉遊びを組み合わせた複雑なセリフ回しがストッパードの特徴である。また過去の作品のパロディの愛用もストッパードの作劇法の特徴である。以下代表的な作品を変年順で示す。ストッパードは1970年代、集中的に BBC ラジオのためのラジオドラマを書いた。また共同執筆も含めていくつかの映画脚本を手掛けている。 また1990年には、ローゼン・クランツとギルデン・スターンは死んだを自身の脚本、監督により映画化している。以下代表的な作品を示す。また1966年には、小説、ロード・マルキストミスター・ムーンを表している。これは現代のロンドンを舞台としながら、18世紀の人物やライオン、蘇ったキリストなどが登場する。 ありがとうございます。